皆さんどうもこんにちは、トリです。本日は高ぶりについて話していきたいと思います。私たちが社会を歩んでいる時、こんな人に遭遇する時があります。やたら偉そうな態度をとっていて、横柄で言葉遣いも荒く、まるで自分は王様にでもなったかのように思っていて、周りの人を見下している人に、このような態度を高ぶりと言います。高ぶっている人はどこにでもいます。大方高ぶっている人は何かで成功した人なのでしょう。心の中で自分はすごいんだと思っているので、それが態度にも出ます。あなたはどうでしょうか？あなたも高ぶった態度をとってはいないでしょうか？もしあなたが高ぶっていらっしゃるなら、私は今日あなたにお勧めします。どうか高ぶることをやめてください。高ぶることをやめ、謙虚な姿勢をとってください。なぜなら、高ぶる者は後に恥を見ることになるからです。どういうことか。本日も永遠の大ベストセラーである聖書から共に学んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は箴言11章2節のところです。まずはお読みいたします。高ぶりが来れば恥ずかしめも来る。知恵はへりくだる者と共にある。高ぶりが来れば恥ずかしめも来るとあります。これはどういうことか。非常に分かりやすい例え話が新約聖書のルカの福音書にあるので、少しご紹介します。ルカの福音書14章7節から11節のところです。イエスは客として招かれた人たちが神座を選んでいる様子に気がついて、彼らに例えを話された。結婚の披露宴に招かれた時には神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいということになります。その時あなたは恥をかいて末席につくことになります。招かれたなら末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時共に座っている皆の前であなたは誉れを得ることになります。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。高ぶった人は結婚式の披露宴で神座に座ります。神座というのは偉い人が座る席です。高ぶった人は自分が一番偉いんだと思っているので、好んで自分から神座に座ります。しかしどうでしょう、招かれた客人の中にはその人よりも偉い人が出席していました。たちまち高ぶって神座に座っていた人は、その自分よりも偉い人に自分の席を譲らなければならなくなることでしょう。これこそまさに恥ずかしめられている状態です。自分を高くする者は低くされるのです。本日の箴言11章2節の後半のところでは、知恵はへりくだる者と共にあるとあります。結婚式の披露宴で謙虚な姿勢を持って末席に座る者は、他の招かれた客に自分よりも偉い人がいなかった場合、神座に座るように促されます。これこそ知恵ある行為であると言えます。高ぶるのではなく、常に謙虚な姿勢を持ってへりくだることが大切です。かといっても、へりくだることほど難しいことってないですよね。人間は謙虚な気持ちを持つことが非常に難しい生き物です。どうすれば謙虚な姿勢でへりくだったものとなることができるのでしょうか。それはズバリ、神を信仰することによって
可能となります。この世界のすべてをお作りになられた自分以上の存在である神を信仰するとき、私たちは謙虚な姿勢でへりくだることができます。なぜなら神は人間よりもはるかに優れた偉大なお方であるからです。偉大な神と自分を比べていくとき、人は自分の弱さ、小ささに気がつき、自分の部をわきまえることができます。その状態では高ぶりの感情が出てくる余地はないことでしょう。へりくだるための秘訣はズバリ神を信仰することです。この話を聞いて、神を信仰することによって謙虚なへりくだったものとなりたいと思われた方がいらっしゃったら、ぜひ一度聖書を読んでみてください。聖書を読めば神を信仰するとはどういうことなのかについて深く学ぶことができます。一度読んでみてください。聖書は今の時代ネットで簡単に、しかもタダで読むことができます。また書店に行っていただければ安く購入することができます。一度読んでみてください。聖書は少し難しい書物です。聖書を読んでいる中でわからないところがあれば、一度お近くのキリスト教会に足を運んでみてください。教会の牧師先生であったり教会の信徒の人たちがあなたに分かりやすく丁寧に聖書のことを教えてくださることでしょう。聖書を読むことによって高ぶった感情を捨てて、常に謙虚なへりくだったものとなっていきましょう。本日はこの辺にしたいと思います。さようなら。また次回もお楽しみに。